ぴよ、どうも、ひなぴよと。はい、どうも、トリーです。それでは、本日もこの、はい、アダバナの館、やっていこうと思います。はい、平泉、せいです。できんかった。できんかった。平泉はね、こうやるんですよ。平泉せいはね。平泉。うまい。なんだっけ、強奪ゲームをやる直前で終わったんですけど、ルールは前回 やってるんで、あの確認してきてください、うん、見てない人、うん、早速始めましょう。いきましょう。罰かな。大丈夫大丈夫、うん、先行は赤羽からになります。自分の金庫に警報をつけるか否か選択し、その後相手の金庫から盗むかどうか選択してください。すでに相手は金庫に警報をつけるかどうかの選択を終えています。警報がかかっているか調べる場合は発見器を使用してください。現在のあなたの倉庫にある金額は上に表示されています。これね、うん、1000万円ね。これは相手の金庫から奪ったお金も加算されます。金庫から金を盗むか、あるいは盗まいないか選択し終えたら中央の魔法陣にて行動を終えてください。なるほど、あ動ける、うん、なーん、ああ警報はまだいいかな、まだいいかな、うん、発見器もいいかな、いいかな、お金奪う、うん、とりあえずなんか中間行って300万円奪ってみる。 OK、 お奪いました。はい、お、あ大丈夫だった、なるほど。質問を使います。へえ、もう使うんだ、別にいいけど、この金庫には警報をつけてある？警報はつけてない。さてどう答えようかしら。まあまだね、うん、いいんじゃないかな、つかなくて、うん、警報はつけてないわよ。わかりました。ああ、やっぱりね、そうくるよ ね怖いな、怖いね、警報発見器使う、使ってみれば、あ、ついてる、あ、ついてる、よかった、じゃあ何もしない、うん、よかったやったぜ、うん、あ、警報つければよかった、ああ、パス、パス、あ、やったね、じゃあ500万いけるんじゃない、よし、500万取って、うん、うん、あとこっちに発見器、発見器、うんうん、警報つけて、あれ3ターンだっけ、あれそしたら勝ちじゃね、3、あれまだか、最終ターンとかあるのか、3、5、どっちだったっけ、あパス使った、あら、うん、あれ、あ終わった、あらお互いに3回の強奪が終了しましたので集計に入ります。勝ちじゃね、うん、やったね、やったぜ、バイ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 、赤羽の勝利、バイバイ、これより赤羽による殺戮を開始します。でも海ちゃんが死ぬわけじゃないんだな、うん、はい、残念でした。ゲームは海ちゃんの負け。というわけで代償を支払ってもらいましょうか。そこのあなた、覚悟はいい？構わない。もう冷静だね。嘘どうしてなんで今よ。はい岩山先輩が私なんかの代わりに低くなった。さっきも言っただろう、海、気にする必要はない。なんていい人なんだ、うん、俺は誰かが目の前で死ぬよりも自分が犠牲になった方がいいと考えるおかしな人間なんだ、うん、本音を言えば最初に殺されたシンジ君も俺が代わりになれたのならば、ならなってた、うん、だから君は何も気に病む必要はない。そんなだって私がゲームに負けたせいで先輩が。なら次はもっとうまくやればいいだけだ。君は一度ゲームを体験して経験を学んだ。それは君にとって大きなプラスとなっている。俺のこともそのための必要な犠牲と割り切ってくれればいいんだ。岩山先輩、はいはい、お涙頂戴の会話はそこまでね。それじゃあさようなら、岩山関君。いやー、海、君だけでも生き残ってくれ。好きなんよね、絶対。
だって。あ、君は俺の大事。大事？何？え？何？いやいやいや。どんな死に方しとんの？どんな死に方しとんの？跡形もないんだけど。怖っ。岩山先輩、ありがとうございます。感謝してます。海の代わりになってくれたこと。あなたのその死を誓って私は海を守ります。そう、他のみんななんかどうでもいい。すげえな、依存してんねやっぱね。海さえ生き残ってくれるなら私自身もどうでも。マジでマジでシャレになってないよな。それな。けどそうか、これが死ぬってやつなのか。俺も海ちゃんみたいに何か感じられればよかったんだけどな。何も感じてないの、うん、ま、死んじまったものはしょうがねえさ。え、やべえなこの人たち。ね、次のゲームに集中しようぜ。ちょっと、海ちゃんが一番まともじゃねえか。ね、リクくん頭おかしいよね。ま、死んじまったものはしょうがねえさ。おいおい、リクくん、それ本気で言ってるの？だって死んだんだよ岩山先輩。死んだんだよ、私のせいで。なのにどうしてみんなそんなに落ち着いて。じゃあ逆に聞くがいい。ここで泣きわめいて、それで何か変わるのか。泣いてわめいて膝を折れば、あの先輩が帰ってくるなら俺もそうするよ。けどそれに意味なんかないだろ。そうだけどさ。そうなんだけど、なんかそれとこれとは違わないって感じ。うん、目の前でこう殺害されてんだよ、うんうん、次は俺たちの番かもしれない。ならそうならないように、死なないためにゲームに集中する。感情死んでんじゃねえ、うん、今ここで必要なのは泣きわめくことじゃない。いつも通りの平常さこそが必要不可欠なんだ。ま、ここにいる連中は幸いそうした精神性を持っているようで助かるけどな。だからお前も膝を折るよりも立ち上がって次のゲームに集中しろ。何よりもあの先輩がお前にそれを伝えただろうか。うん、そうだね。私は勝たないといけない。次こそは、そしてもう絶対に膝を折らない。ありがとうリク君、もう私は大丈夫。覚醒したな。そしてもう絶対に諦めないよ。絶対に覚醒したぜ。ああ。何やら彼の死がいい精神剤になったようで何よりだわ。それじゃあ私は次のゲームの用意をするから、期待してて待っててね。うん、ほう。ああ、なるほど、戻ってきたよ。戻ってきたね。フルセーブして、なんか追加されてるかね。うん、情報が、情報が、なんか関関くん、くん、あー、ないね。誰も追加、海ちゃん、あー、ないんだ。ないね、まだまだないみたいだね。どうしたらいいんだろうね。追加されたら追加されましたで出てくんのか。とりあえず話しとく。おう、ところでお嬢様、ふと思ったのですが、お嬢様の家族構成とかどうなっているのですか？いきなり何よ。いえ、単に興味本位で聞いてみただけです。まあ一応兄貴が一人いるわね。名前は音桐青人って言って、うん、私以上の変態よ。おお、ということはそのお兄さんもサイコパスのシリアルキラーですか？ええ、そうよ。何でもラブワイヤーとかいうワイヤーで人体をバラバラにしたり、語尾にハートとかスペードとかつける変人よ。見てみたいな、ね、ちなみに前に会った時は死人の村で死人やお社様とかいう化け物を惨殺しまくったとか自慢してたわね。どんな異常者ですかその人。ちなみにお嬢様とその人の仲はよろしいのですか？仲？すごくいいわよ。お互い殺し合うほどに。いいのかそれは。いいのか。まあそれはなんかこの人たちにとってのなんかコミュニケーションの、なるほどね、ね、一環というか兄弟愛だもんね。よし、じゃあ次行く？行きましょう。行きましょう。これはもう一戦できそうですね。はーい、待たせたわねみんな。それじゃあ2回目のゲームのタイトルを発表するわね。タイトルはこちらよ。
キングスゲーム、何それ。初耳ですね、うん、キングスゲーム、なんだそりゃ、聞いたこともねえぞ。もう慌てない慌てない、ルールは今から説明するから。ここがゲームの会場よ、うん、対戦相手として選ばれた子にはここで私とお互いに1000万円をかけた勝負をしてもらうわ。すぐそうだよ、大金使う、うん、それはさっきと同じような感じにか。いいえ、ルールはだいぶ違うわ。まず本物の現金をかけての勝負ではないわ、うん、ここに宝石、指輪、絵画、書籍、石と5つのコレクションがあります。関先輩がいる、うん、これら5つの価値が合計して1000万円となります。この5つの品物を互いのプレイヤーは持ちます。これでお互いに1000万円を持っているという計算ね。そしてゲームではこのうちの1つずつをかけて勝負してもらいます。なお値段の価値はその品物によって大きく変わります。100万円のものもあれば300万円の品物、品物じゃない、代物、代物もあります。つまりどれをかけるかによって手持ちのお金が大きく変動するってわけね。その通り。しかもそれがどれくらいの値段かわからないまま賭けを行います。とはいえそれだとお互いに不自由だから、ゲーム開始前に3つまでこの中の値段を公開したいと思います。まず1つ目は石、うん、この値段はなんと0円です。まあね。なので残りの4つの合計で実質1000万円ということになります。残り2つの品物の値段の開示は、それはゲームをする前にそっちの対戦相手が1つを選んでそれを答えるという形式になります。うん、なお残る1つも私が選択して開示という流れです。あと一応言っておくけれど、私もどの品物がどれくらいの値段かは知らないから安心していいわよ。うん、知らない、うん、はい、そこはあくまである僕が証言しますので、ご安心ください。なるほどな、かけるものについては大体理解した。それで実際はどんな勝負をするんだ。それはこちらの駒を使って勝負してもらいます。駒？そうです。この駒はそれぞれ王様、騎士、兵士、平民、ジョーカーの5つの駒になって、これら 5個をそれぞれのプレイヤーが持ちます、うん、勝負の方法は簡単。この中から1つを選んで対戦相手と勝負する。それを5回繰り返してもらうの。ただしそれぞれの駒には強さがあります。一番強い順から王様、兵士、王様、騎士、兵士、平民、ジョーカーです。つまり王様の駒が一番強く何にでも勝てると。で逆にジョーカーが一番弱く何とか何と戦っても負けるってことか。そういうことです。ただしジョーカーについては一つだけあるルールが存在します。それが王様に唯一勝てる駒ということです。つまり王様とジョーカーが対峙した場合はジョーカーを出した側が勝つということね。そういうこと。ちなみに一度勝った駒は、ちなみに一度使った駒はもう二度と使えないわ。つまり5回の勝負で5つの駒を全て使う必要があるわ、うん、シンプルだけど面白そうでしょ。それで駒を出す前にさっきの5つの品物と中から何をかけるか選んで勝負するんだな。そういうこと。勝った方がその時相手が出していた品物をもらえます。この時石なら0円だから勝利損だけど、300万円とかの品物を奪えばかなり有利になるわね、うん、そしてここからが重要。さっきと同様にあなたたちは私に対して一度だけ質問ができます。その時に何の駒を出すかって質問ね。もちろん私もそれと同じようにある権限をもらえます。それが次の勝負であなたたちが何の品物をかけるか、それを一度だけ覗けるという権限です、うん、ね、これならお互いにいい勝負ができそうでしょ。質問だ。同じ駒を出した場合はどうなる。かけた品物とかの扱いは。その時は単純に引き分けよ。駒はそのまま消費されるわ、うん、ちなみにかけた品物もそのまま自分の手元に戻るわ。ただし品物も同じものを2度かけることはできないの、うん、これを5回繰り返し、最後に自分の手元に残った品物の価値を合計して相手よりも高ければ勝ち。他に質問はあるかしら。
いや、ないな。私も特にない。ルールは理解したわ。俺も特にないかな。それじゃ、早速対戦相手の発表に移ろうかしら。それじゃあ次なる2回戦の対戦相手の名前は森川しずくちゃん。さっきあなたが私とやりたがっていたようだから特別にその要望に応えてあげたわよ。しずくちゃん、大丈夫よ、海。そのゲーム受けて立ちます。勇ましい子ね。そういうの嫌いじゃないわ。あなたみたいなタイプが死ぬと、あなたみたいなタイプが死ぬときってすっごく甘美な声を上げるから楽しみだわ。変態だな。うん、それじゃゲーム始めましょうか。ほう、むずそうだな今回。むずそう、わからん。キングスゲーム1回目。さ、それじゃあ始めましょうか。まずそっちから値段を開示してほしいものを宣言していいわよ。なら私は宝石の値段の開示を求めます。了解しました。宝石の値段は300万円です。それではお嬢様、次にお嬢様が開示してほしいものを選んでください。そうね、あ、指輪かい。どうしよう。これ関係あんのかな。わからん。絵画。じゃあ絵画。それじゃあ絵画で。了解しました。絵画の値段は400万円です。400万のだ、うん、それじゃあお互いに値段の開示選択も終えたことだしゲームに入りましょうか、うん、まずは1回目のコマとかけるものを選ぶけれど、質問があるならこのタイミングでしないとダメよ。質問はまだないわ。使わないよ。わかったわ。それじゃ何をかけるか選びましょうか。見るのはまだいいかな、うん、かけるものを選んで、宝石300万で、うん、石は0で絵画が400。うん、うん、どうしよう。どうしようね。怖えな。ちょっと指輪とか無難に。やってみるか。指輪で不明です、うん、けど高いかもしれない。うん、こちらも決めたわ、うん、それじゃあいよいよ何の駒を出すか決めましょうか、うん、あ、そっか、駒。あ、見えねえ。あ、騎士。これ騎士で兵士、平民、ジョーカー。うんうん。兵士とかあたり出しとく、うん、とりあえずなんか中間あたりよね。あ、ザザッつった今、うん、大丈夫かな。大丈夫。駒を決めたわよ。こちらも決め、曲が悪いマイクの。 OK、 取れてるかな。音声取れてるかな、うん、それじゃオープン。んと、あ、勝った。うん、勝ったけど、うん、石かけられたね。あー、そっか、別にいらねえ。0円だもん。うん、うん、お、その前にここで質問を使わせてもらいます。へえ、いいわよ。あなたがこれから出す駒はジョーカー。ここでイエスと答えれば私はジョーカーを出さないといけない。逆にノーならジョーカーは出せない。ノーでいいんじゃない。もちろん嘘をつけばイエスと言いながら別の駒を出したり、ノーの場合もジョーカーを出せる。おそらくその答えによってはこの子が何の駒を出してくるか予想できる。さて、どう答えようかしら。ノーでいいんじゃない。うん、いいえ、次の勝負ではジョーカーは出さない。それ以外の駒を出すわ。わかりました。ではこちらは駒となる、駒とかける品物を決めました。うん、それじゃあ私ね。さて何をかけようかしら。石？石かな。石あげる？どうしよう。相手側のさやつも奪ってなきゃいけない。うん、あー。もう一回なんか仕掛けるね。写真、うん、かけるもの見ちゃう。いや、うん、書籍行ってみる。うん、
相手がじゃあジョーカーを出すってこと？それとも王様を出すのか？ジョーカーを出せないってこっちが言ったから、うん、そうかな、王様かそのあたりかな。あーじゃあ書籍じゃダメだったかもしれないな。まあいっか、うん、平民出すかじゃあ。うん。ああ、オッケーオッケー。ちょっとなんか苦戦してるね。そうだね、うん、まだあっちジョーカー出してないんだよね。うん、普通に難しいな、うん、頭悪いからな。なあちょっとジョーカーを出してほしいんだけど、うん、でもジョーカーの意味なくなったわけだよねこれで、うん、じゃあ石で、うん、ジョーカー出して。あそっか、うんうん、ああうえー、おお強いな強いな。しずくちゃんでもジョーカー出したから、うん、あともうあでもうんそうだね、貝がかけて王様で絶対勝てるから、うんうん王様、うん、よし貝がもらったぞ。よっしゃいいんじゃない。これでさあこれしかない宝石で、で騎士かしかない。うん勝てるんじゃない。うんよしよっしゃ来たんじゃない。来たこれ勝ったでしょ。うん勝ったでしょさすがに。さてそれでは集計も終わったので結果を発表させていただきますね。結果は赤羽お嬢様1300万円、しずく様700万円、よって結果は赤羽様の勝利。イエーイ、 イエーイ。ゲームのルールに従いこれより赤羽お嬢様による殺戮が実行されます。ほうやったね。なんか知らんけど勝てたよ、うん、残念だったわね。ゲームはしずくちゃんの負けよ。順調だね。いいね、うん、というわけで覚悟はいいかしら。いいわ。しずくちゃんそんなどうしてどうしてしずくちゃんまで。気にしないで海、私はやれるだけのことはやった。何よりこれがあなたじゃなくてほっとしてる。そんなそんなこと言ってるんじゃないよ。しずくちゃんには死んでほしくない。私が代わりに私が。それは絶対にダメよ海。しずくちゃん私が死ぬのはどうでもいいけれどあなたは絶対に死んじゃダメ。忘れないで、あなたは絶対に生き残って、たとえ他のみんなが死ぬことになっても絶対にあなただけでも生き残って。しずくちゃん、うん、大丈夫よ海。私はあなたが生きてくれるのだ、生きてくれるのが何よりも嬉しいから死ぬのは全然怖くない。それに本当のあなたは誰よりも強い。私はそれを知ってる。あなたならきっと生き残れる。だからお願い、約束して必ず生き残るって。うん分かった。私は絶対に生き残る。ええ、それを聞けて満足よ。これでもう思い残すことはないわ。あなたがいたから私はここまで生きてこれた。だからありがとう海。うん、最後に神様、他のみんなは殺されてもいいです。よくないよ。よくねえよ。だからどうか海を、海だけを生かしてください。海を、海を、海を、海を生かして、生きて、生き残って、勝って、生きて、海。すげえ依存してんな本当に。すごいもう、うん、メンヘラだよ、うん、ごめんなさい、別れ話もちょうど済んだみたいだから思わずやっちゃった。それにしても相当気持ち悪いやつだったわねこいつ、この海ってやつを生かすためなら私以上の殺戮をやってのけそうね。そっか、まあこんなもんだよな人の死ってすげえ軽いな本当。
冷酷。けど、しずくちゃん最後まで変わらなかったな。最後までか。俺も死ぬ瞬間はどうなんだろうな。このままなのかな、それとも。ま、出たもう。出た。死んじまったもん、しょうがねえし。セリフ知らねえかよ。ほんとだよ。次のことを考えようか。どうせすぐに次のゲームが始まるんだろ。そうね、すぐに次のゲームを用意するから期待してて待っててね。リクくん、リクくんやべえな。お前ロボットかよ。でももう一人で殺せたらさ、こいつの勝ちなんだ、ね、そうだね、よし、いい感じじゃん、うん、じゃあ時間もいい感じだから、うんうんうん、これで次に続きましょう。楽しくなってきましたな。ねえ、殺戮楽しいですね。はい、じゃあまた次も殺していこうか。殺戮していこうぜ。殺戮だ。マスピオー。はい。